はい、こんにちは、山中です。今日はですね、腰の痛くなる原因の一つなんですけども、そこのところにですね、いわゆるこう背骨と背骨の間がこう狭くなったりして痛くなるっていう方がおられるんですけども、それのこうなる傾向としてのお話なんですけども、それはですね、こう立ってたり歩いてたりしたら出てくるけども、こう椅子に座ったらちょっとこう和らいでくるっていう風になったりとか、あとはですね、こういわゆる前かがみですね、こういう風になった方が楽で、こうまっすぐ立ってる方がしんどいという風になったりする方がですね、まあ大体ですね、こうそういう疑いがあるんですよね。で、あとはですね、こう足の裏ですね、足の裏の方にこうなんかこう何とも言えないこうへばりついたようなこう感じがあるとかいう風に出たりですとか、あとはこう膝から下がしびれるとか、なんかこう痛だるいとかいう風になったりとか、あとは横たわってこう寝転んだ時にですね、でも痛みがこうずっとこう走ったりするっていう風な方はその疑いがあります。今言ったこう様々なこう現象というか症状がある方は、一度その疑いがあるので病院に行ってもらった方がいいかもしれません。行って何もなければいいんですけども、もし何かあった時にはまた適切な処置を受けていただきたいので、皆さんもその疑いがある方はぜひ行ってください。それではお大事にしてください。